ボタン穴かがりでは、ボタン穴かがり押さえ A を使用します。ボタン穴かがりをする位置にチャコペンなどで印をつけ、使うボタンを台皿に載せたボタン穴かがり押さえを取り付けます。電源を入れ、模様選択キーでボタン穴かがり模様を選びます。上糸を押さえの穴から下に通し、押さえの赤の印と布地の印手前側を合わせてセットし、押さえを下げます。ボタン穴かがりレバーを一番下まで引き下げ、レバーが突起部の後ろ側になるようにします。左手で上糸を軽く持ち、スタートストップスイッチを押してボタン穴かがりをしていきます。縫い終わりは自動的に留め縫いをして止まります。